どうも、リクラボです。皆さんは手の力が弱すぎてキュウリが切れなかったことありませんか？今回は 3D プリンターに包丁を取り付けて手の力が弱い人でもキュウリを切れる画期的な商品を作りたいと思います。それではやっていきましょう。今回使用する包丁がこちらです。コロナウイルスを切った時に使った包丁なので少し汚いんですけど、今までフィラメントも食べてきたんで大丈夫だと思います。こちらの包丁をここに取り付けていきます。あの日の悲しみさえ、あの日の悲しみさえ、あの日の悲しみ悲しみ悲しみさ、そうだ嬉しいんだ生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、ということで準備が完了しましたので、早速こちらのキュウリをこの 3D プリンターで切っていきたいと思います。楽しみだな。早くキュウリが切れる瞬間を僕に見せてくれよ。包丁の再セットが終わりました。いきます。見てください。1センチ単位で切ることができました。全部切り切れてないんですけど。よかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。美味しいキュウリの食べ方がありましたらコメント欄までお願いいたします。